始まっちゃったね。カラカラを実食配信。やばー、これ食べきれんのかな。今回ね、20分で食べきれなかったら罰ゲームをしようかなと考えてまーす。それにしても、なぜ VTuber 辛いものにチャレンジしたい。いやー、なんででしょうね。わかんない。辛いものが明らかに苦手な人もいるもんね。苦しんでる姿を世界中に見てほしいのかもしれないね。ありえる。はい。罰ゲームの内容というか、を、ちょっとね、最初に見せようかなって思います。いくつか候補を挙げてきたんだけど、はい。黒歴史発表。2個目が、ズボウジ系ゲームプレイ。あ、そうだ。罰ゲームのね、候補、もう一つあるんだったわ。はい。卒業。重い。こう、1企画に対して卒業は重いわ。えしないよ。冗談で言ってるからね。罰ゲームって、卒業するとかさ、ありえないわ。もう重いって、ユーザーも困るわ。ねえ。まあ、この黒歴史発表か、つぼ落ち系のゲームプレイだね。辛いものは我慢でき、辛いも我慢できるっていうか、割と好きなんだよね。辛いもので言うと、私カレーとか好きですし、インド屋さんのカレーあれがめちゃくちゃ大好きなんだよね。インドカレーで言えば、昔、ま、ちょっとね、これ黒歴史になるかもしんないんだけど、辛ければ辛いほどいいっていう時期が私にもあって、昔ね。で、その時ね、調子乗って、インドカレー屋さんで、辛さ20倍カレーっていうのね、頼んで食べたことがあるんだよね。まあ、書いちゃったんだよね。あの時は本当に申し訳なかった。お店の人に対してめちゃくちゃ謝ったわ。なんていうかさ、胃が暴れ回るんだよね。我慢できなくて吐いちゃったんだよね。じゃ、スタートしますか。いきますよ。スタート。いやー、始まっちゃった。怖い。そうだ。これ、麺は完食するつもりだけど、スープどうしよっか。やっぱスープも飲み切らないと完食にならないよね。頑張ります。